よっしゃー、飛び盛りを始めていくかと思いきや、何社畜村長、今日は新しい住民の方が引っ越してきました。声をかけて差し上げたらって、あのさ、普通村長に対して住民が挨拶に来るんじゃないの？普通はなんで俺から挨拶しに行かないといけないの？まあいいわ、仕方ねえな。新入りには後で喋りかけてやるか。よう、羽庭くん、久しぶりだな。囲いを作るための募金か、何本集まってる？322ベル。ふざけんな、ふざけんな。49,478ベル、俺が負担しろだと？仕方ねえ、負担してやるよ。てかさ、これ公共事業っていう名前変えようぜ。明らかにさ、公共じゃないじゃん。村長のポケットマネーじゃん。まあええわ、まあよくはないけどさ、住民逆にさ、どこからマジで収入得てるの？俺それが疑問なんだけど。住民さ、マジでなんか寝て起きて散歩して釣りしてみたいな、そういう生活を送っててさ、どう見てもなんか働いてるようには見えないんだよな。まあ唯一この村で働いてるとしたら、このデパートで働いてるこの豆吉とか粒吉とか、あとはね、たぬきハウジングのたぬきちとか、まあ、あいつらぐらいしか働いてなくないか。正直このレイジも全然収入ないと思うんだけど、一応ね働いてるからな。まあ、こんなんさ、120ベルとかで売ってもさ、全然収入なんないだろ。大丈夫かお前、いつも何食ってんだ。逆になんかもう120ベルと言わずにさ、もうレイジ頑張ってるから、もう1万ベルぐらい上げたい気分なんだけど、もうニートの住民はもうダメだけど、まあ、レイジはねまともに働いてるから。はいはい、まあそういったところでね、斧を買うために、苗を買って、でそして栽培のためにこういったね花の種を買っていくと。でカタログもね今埋めてる最中なんで、掘り出し物があったら上で買っていこうかな。よっしゃよっしゃ、じゃあ行こうかなと思ったけど、てってててて、つぶきちさんどうした？てかさ、つぶきちマジで小さいよな。かわいいなこいつ。俺、飛び盛りのキャラの中で唯一好きかもしんねえわ。はい、まあそういったところでね、やっていきたいところなんですけど。さあ、デパートの2階も買い上げていくか。本日の目玉商品、ロココな時計。いや、意外に高いな。なかなかのお値段しますね。まあこの動物の森の世界、なぜかね、物価が大暴落してまして、かなりね、安いんですよね、すべて。こんなんいらねえよ。1200か。まあ安いっちゃ安いんだけど。お、これは何？よくあるベッド。確かニトリとかで売ってそう。ニトリとかで1万5000円ぐらいで売ってそうですね。さあ、800ベルっていうね、とんでもない値段で買っていくと、まあ明らかにね、値段がやばいので、すぐそこが抜けそうですけど。さてさてさて。うわ、なんでここ剥がれてんの？まあ、仕方ねえ、マイデザイン貼り直すか。ポケモリ！キャンプ場といえばポケモリ！てかさ、スイッチ版のドウモリあるじゃん。スイッチ版のドウモリとポケモリって、なんか連動、あれ？ヤッホー社畜くん、お天気が良くない日ってつい眠くなっちゃうよね。ところで僕にご用なの？いや別に用事ないけど話しかけてあるよ。社畜くんってみんなが認めるなんて？ちょ待って、 A ボタン連打すぎてちょ読めなかった。まあいいわ、とりあえず俺の家に遊びに行きたいってことか。分かった、仕方ねえな。お、ついてきた。うわ、やべえ、ストーカーじゃんこいつ。やば、ってか足速っ。こいつこんなに速く走れたんだ。やばいやばいやばい。一定距離を維持して追いかけてきやがる。こいつはやばい。ストーカー検定絶対2級ぐらいは持ってるわ。1級は持ってないけど、2級ぐらいかなこいつ。うわ、やべえ、あー逃げきれなかった。くそー。うわ、入ってきやがる、やばやば、マジでストーカーじゃねえかこれ。やべえな。うわー、独身男子の家に押し入ってくるカエル。クワトロ、わーい、お邪魔します。お前、食んじゃねえぞ、ベッドとか。まあ、ベッドとかさ、そこの目玉焼きとかさ、ケーキとか食んじゃねえぞ、絶対。振りじゃねえからな。やべえな。俺の部屋、めっちゃジロジロ見てんじゃん。お前、洗濯も見んじゃねえよ。エッチか、お前。エッチだな。何、人の洗濯も見てんだよ。ちょ、見ないで、マジで。ちょ、恥ずかしいんで見ないでください。ちょやめて、ちょ R18 なんで、健全なチャンネルなんで、そういうのやめてもらえませんか。とりあえずさ、左にテレビあるじゃん。ちょ左のテレビ見ながら、そこのなんか紅茶入れてあるからさ、その紅茶飲みながらちょ映画でも見ておいてくれ。やばい、めっちゃジロジロ見てんだこいつ。やばい、やべえ、首をフリフリしてやがるこいつ。はい、まあそういったことでね、ク
クワトロくんがそこに置いてある現金に目も触れず、僕の洗濯物に対して一直線に向かってると思いきやテレビの方向に行っている。君のお家隙間風が吹かない。いや当たり前じゃん、当たり前じゃん。隙間風ってま昭和かよ。お前今はさ、もう令和だぜ。あ、令和じゃねえよ、まだまだ令和ではなかった。ゴールデンウィークだぜ今、平成最後の。よし、僕歌っちゃおうかな、クワトロオンステージ。こいつってこんなキャラだっけ。いやまあ別にいいんだけどさ、まあ、テンション高いんだったらまあそれに越したことはないけど、まあ人の家でこれだけ騒げるこいつもすごいわ。飲み食いはしないけど踊りはするみたいな。あれ、これ2階行ったらさ、もしかして2階についてきたりするんかな。どうなんでしょう、2階ね、まだそんなに広くないけど。でもやべえ、ついてきやがった。まあ2階はねまだ増築したばっかだから広くはねしてないんだよね。そうだからまあ初期の状態なんで、まあカーペットちょ待って、ちょ下降りさせてよ、邪魔なんだよ。まあつまんない部屋だけどね。まあ地下もね一応増築はしたんだけど広くはしてないから、まだそう初期の段階なんですよね、広さが。そう不気味にクマとなんかマネキンが置いてあるっていう、やばいなこれ、サイコパスみたいな部屋な。社畜くん、壁には何も飾らないのって、別にさまだ飾るレベルじゃないからな。だってさ、これから部屋広くしていくし、今飾ったところでね部屋のコーディネートとかも特にしてないし、まあ言ってしまったらさ、この1階の部屋もまだコーディネートしてないんだよね。今やっぱその村整備を進めているから、お金稼ぎとか、あとカタログ集めとかね。まあ部屋は、まあ、カタログが揃ってからでいいかなと思ってました。あとお金かな。だからまあ仮部屋としてね作ってるだけなんですけど、まあまあこれからねちゃんとした部屋は作っていこうと思います。だけどね、そこまで行き着くのにまだまだ時間がかかりそうなんだよな。そうマリンスーツすらまだ持ってないから、まずはちょっとマリンスーツもねゲット しに行かないといけないかなと思ってて。ピョーン。そういえば去年からポケモリってあるじゃないですか。ポケモリとスイッチ版のドーモリが、まあ、出るっていう形になってると思うんですけど、それがね連動するって話が出ていたと思うんですけど、どうやらあれはガチみたいですね。任天堂ダイレクトの時も他のゲームとか、あとはねスマホ版の動物の森と連動性があるよみたいなことをこのうさんくさいねたぬきちが言っていたと思うんですけど、みんな覚えてるかわかんないけど、最初の頃はスマホ版の動物の森って形になってたんだよね。今はポケモリっていう形で、なんかその飛び森とかだ切り離して考えるなんかゲームになってますけど、最初はなんかその飛び森をスマホでできるよみたいなコンセプトだったみたいなんですよね。ただまあそれからねいろいろ構想が変わってポケモリっていう独立したものになったけど、最近またねいろいろアップデートで変わってきて、でそのアップデートの内容っていうのがもしかするとスイッチ版のドーモリと連動するためにいろいろとね調整してるんじゃないかと言われてますね。まあ、Twitter とかでもね結構いろんな人が言ってるんですけど、動画とか現時点ではまだ予想の段階ですけど、おそらくポケモリに住んでる住人をスイッチ版のドーモリに送ることができるんじゃないかなと思ってまして、で逆もしかりですよね。スイッチ版のドーモリから、まあ、ポケモリの方に住人を移動させたりとか、まあ、相互的なものがあるんじゃないかなと思っていて、で明らかに最近のねポケモリのアップデートを見ているとおかしいんですよね。最初はねなんかもう飛び森とか追い森とか今までの既存の動物の森と全然ね違うゲームだったんですけど、明らかに既存の動物の森に似せてきてますからね。もうキャンプ場って言いつつ、もはやキャンプ場ではねあまりなくなりつつありますからね。まあ、部分的にキャンプ場があるっていう言い方の方が正しいですけどね。まあこのたくみちゃんとも実は初対面なんですけど、こんなねベラベラベラと喋りながら A ボタン連打していて大変申し訳ない。相当前に任天堂ダイレクトでスイッチ版ドーモリの話が出ていましたけど、あの日から一向に情報が出ない理由っていうのが、まあシステム上ポケモリとか他のゲームと連動させていくとか、あとはねアップデートをどうしていくかとか、そこら辺の調整が技術的に非常に課題になっているからでしょうね。任天堂ダイレクトの内容とか、あとは発表されてから出るまでのこの長い期間とかを考えると、まあおそらく僕が今言ってることはビンゴじゃないかなとは思ってるんですけど、ただそこに関しても技術的な問題とかが出ていて、
で情報も出したくても出せないっていう状況なんでしょうね。はい、まあそういったところでね、キリもいいので今日はこの辺りで終わっていきたいと思います。初見さんはぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。じゃあね、みんなバイバーイ。